コロンボ、はい、コロンボさんです。さあ皆さん、ポピープレイタイムチャプター4の新キャラヤーナビーがこの前ね登場しまして、コロンボさんもめっちゃいろいろ解説したんですけども、ファンメイド界隈も盛り上がっております。新キャラが出ればね、それはもうファンメイドでしょっていうぐらい、まあ、盛り上がるわけですよ。で、今日はですね、ヤーナビーのファンメイドを見ていくと同時に、最後にはなんとあのヤーナビーに悲しい物語がある的なファンメイドも見つけたので、それを最後に見てみましょう。ヤーナビーのぬいぐるみが出たらめっちゃ嬉しいなって思ってる人は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは行ってみよう。はい、じゃあまずはこちら、ホーンストロンプさんですね。ピアノサウルス is not a monster ポピープレイタイム4アニメーション、あれですね、緑色の謎のピアノの恐竜ピアノサウルスって呼ばれてますけども、はい、そいつが主人公みたいですね。じゃあ見てみましょう。レッツプレイ。おお、やばいやばい、あ、いきなり来たおい、なんで追われてんだよお前ら、ピアノサウルスに。やばい、ババチャップスとドッグレイ仲いいな。あー、神様の石につまずいていく。やばい、ピアノサウルス勘弁してあげて。あ、ちょ、ババチョップスがなんだか助けた。ババチョップス、あ、これもしかしてただ友達が欲しいだけ的な感じじゃない？あ、あれじゃん、あのネズミのやつ、名前なんだっけ、トーリーだっけあ、キャットラップも仲いい。仲は良くないな、この感じは、うん。あ、やばい、ピアノサウルス、あ、ジェンガしてたのかみたいな。みんなめっちゃ怖がってるわ。おしっこ終わっちゃった怖がりすぎだろ。ってか今キャットラップは足におしっこついてたよな。絶対踏んでただろ今そこ気にしないんだ。それよりもピアノサウルスが怖いんだわ。かわいそうだな、ちょっと。おお、今度はあれじゃん、クラティコンとサイモン。サイモンなんだっけ、こいつ名前忘れた。あ、なに、お互いに人形作り合ってる的な。おい、お前らラブラブすんな。おい、やめろやめろ。おい、あ、ここで、あ、よかったよかった、ありがとう、ピアノサウルス、ありがとう、詰めてくれてみんなほら好きだから、サクラフティーコーンちゃんのこと。そんななんかヤンキーみたいなやつが恋人じゃ困りますから。おい、やめとけ。おい、おい、かわいそうだろピアノサウルスが。にしてもお前、待て、おいおい、にしてもさ、おい、乱暴すぎるだろ追い払い方が命失うだろ、なんでこいつするんだよみたいな。そうだよね、やめてあげて、本当にお願いだから。誰も友達できないやんこいつ、めっちゃ泣いてる、かわいそう。どうするんだろう。あー、あれじゃん、ピギピギとマギマコ、どっちもなんか食いしん坊っぽいもんね。あ、食べてる食べてる。うー、野菜も食え、野菜も食え。おい、あー嫌いなんだ野菜。うーわ、ブロッコリーめっちゃ嫌ってる。あ、ほら、ピアノサウルス食べてくれんじゃない？あ、こいつは仲良くしてくれそう、なんか。え？ピアーズモンスターって、お前も自分モンスターだろ。自分、鏡見たことあんのか、お前ら。おい、やめろ！ブロッコリーがかわいそうだろ、その前に。ブロッコリーの気持ちになってみろよ。どこで料理しとんの、つうか。厨房でもなんでもないぞ、今の場所。あ、みんな集合してる。バカにしてる、最低。ピアノサウルスかわいそう。みんなでバカにしてモンスターとか言ってるわ。あ、ブロッコリー取れや。あ、待った、アリスタゲイタ。どうしたどうした。何があったって。あ、え、なんでだよなんでだよ。え、これ誰だよこいつおいおい、誰にお前何されてんだよ。あ、なになに、あ、今までいじめたんだからここで助けることなんかないよなみたいな。でも助けないとあれだよね、俺はただのモンスターになってしまうみたいな。どうする、誰に何されてんだよクリッターズはよあー、やばい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 、こいつ誰だよお、助けてくれた、ヒーローじゃん。おいおい、ガチのやつ、こいつ誰なんだよ、スーツ着てさ。よし、あーあー、グロッとんでもない展開だわ。あー、でもみんなと仲良く、いやー、よかった
ありえない展開でしたけども、最後は見てください。いきますよ。全員仲良し。いや最高。お前はモンスターなんかじゃねえよ。みんなのヒーローだ。ティラノサウルスなのか知りませんけども、はい。じゃあ次行きましょう。次はね、こちらです。ヤーナビジャンプスケア。やばい。ヤーナビが襲ってくるシーンが見れるみたいだよ。ちょっと見てみましょう。レッツプレイ。おー、面白いぐらいバックつけてる。次元爆弾。あ、なにここすごい。劇場？なんか古い劇場みたいなステージだね。あ、なんか落ちた。これヤーナビのあれじゃない？ケイトなんじゃないこれ。お、それ集めていく感じ？あ、違うんだ。あ、やっぱオーリーから電話来たわ。右のグラップバックめっちゃ気になるんだけど、ちょっと危なく、あ、どういう機能があるの。あ、オーリーから電話来て、あ、危険を伝えるために電話したんだみたいな。あ、この場所めっちゃ危険だってだよね。だってヤーナビの剣落ちてるもん。あ、なんかすげえ、あ、ローカルライオンを見たみたいな。うーわ、ヤーナビのこと言ってるわ。カラフルなライオンみたいなやつ見たんだって、このフロアで。あー、やばいやばい、逃げた方がいいぞ。おい、テリトリーだって。ヤナビのめっちゃ落ちてるもんね、毛が。やばい、どこに住んでんだよヤナビ。逃げた方がいいよ。あ、キャットナップより強いって、こわ。もういるだろ絶対に。このなんか作りどっかで見たことあんな。まあいいや。あと1個。あ、もう落ちてる。いや、そっちから出てくんのか。今謎解きしただろうが。ヤナビ来てる、ヤナビ来てる。あ、なんか、あー、ちょっと怖いかも、ちょっと怖いかも。でもちょっとしょぼい。ヤナビ逃げて。あー、ヤナビじゃねえや。主人公逃げて。やばい、さすがライオンだ、早いぞ。いや、もう追いつけそうな気もするけどな、そんなアクロバティックにやんなくても。そんな、お前遊んでる。あーっと捕まりますと、はい。すごいね、でもこのステージオリジナリティあってよかったね今回で。ヤーナビーにもてあそばれつつも、最後はしっかりと、はい、やられますと。ありがとうございます。めちゃめちゃですわ、ヤーナビーさんの口の中。ヤーナビーってさ、歯折れてんだよね、いくつか。多分硬いとこに自分で紙ってぶっ壊れてるよねこれ。ちょっとおばっかさんなんでしょうね、おそらく。じゃあ次行ってみましょう。さあ来ました、バギーワギーですね。ヤーナビーチェイスシーン、これは面白そうだな。ちょっと見てみましょう。それではレッツプレイ。おお、どこだろう。まあこの人の映像はね、もうすごいからね、完全にすごいことがもうすでに分かりきってるから。あ、エレベーターでどっか行くみたいだね。うわ、やばい、いきなり上から現れた。怖っ。ヤーナビーみんながミノムシみたいなにも見えるな。なんか縦に降りてきてるぞ、バケモンかよ。うわ、やべえ、すごいすごい、やべえ、怖いこれ。やばい、おもちゃの墓場にいるじゃん。すごい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 、怖い怖い、早く逃げて。もうプレイヤー、お、あー、いなくなった。すごい。めっちゃ迫力あんじゃんこの映像。うーわ、さすがのライオンだね。もうこれなんプレイヤー逃げれないだろ。もう餌になってくれや、頼むから。ヤナビーの、ヤナビーの方を応援したいと思います。頑張れヤナビー。あ、すごいとこ来たね。あ、牢屋だこれ。あ、すごい、走ってる走ってる。絶対に逃げられないと思うんだが、さすがに撃てよそれ、バンバンって。あ、すごい、スーって滑ってた今。滑りながら激突してたぞ。あ、結構やるじゃんプレイヤーも。このさ、ライオンみたいな脚力から逃げるとはね、結構陸上部だったんでしょうね学生の頃は。やるじゃん。それ以上になんか人間離れしてる気もしますけども、まあ学生時代は陸上部だったんでしょう。さあどう逃げる。うわ、体力も無尽蔵だなこいつ。いやー、またぶつかってる壁に。ヤーナビ滑りすぎだろそれ、スーって。まあ、爪ですからね、結構コンクリートとかは走るの苦手かもしれませんね、ヤーナビは。まだ追いかけてきてんのか。もうやばい、行き止まりじゃないこれ、大丈夫か、これ行き止まりじゃねえか、おい大丈夫か。やばい、ヤーナビごちそうさま。ああ、え、何ここ、潰されちゃうの。嘘、でも主人公も潰されちゃうんじゃない。うーわ、気になる展開。ヤーナビが滑ってさ、壁にぶつかってたよね2回ぐらい。ちょっとそれだけ見ていいですか。来るよ来るよ来るよ、はい、壁にぶつかります。ビターンってなってるもんね、なんかかわいい。全然怖くなかった。いや、このシーン迫力あるよねこれ、ほらグーってさ、ライオンっぽさあるよね。でもこれかわいいよな、なんかミノムシみたいだよな。でもなんかちょっと
なんか白いなんか大量発生するミノムシ。ほらほらほら、脚力すごいよこれ。ほらほら、めっちゃかっけえ。まあ いや、じゃあ次行きましょう。さあ次はね、モチャゲームズさんですね。ポビープレイタイムチャプター4ティーザートレーラー2ですね。コンセプト OK、 行ってみましょう。レッツプレイ。おお、なんかオープニングなんか作ったんだ。 あったっけ前も。わからん。あ、キャットナップ、キャットナップ尻尾なくね、なんか引きちぎった、あまりに邪魔すぎて。あ、待って、アイラブ、あ、これピアノサウルスじゃない。ピアノサウルスが出てくるのかな。あー、キャットナップ、自分の尻尾を引きちぎった。あー、やばい、なになになに、逃げて逃げて、なんかドシンドシンみたいな音聞こえる気がするんだか。そのー、あー、いるいるいる、やばでっけー、めっちゃでかいよこの感じだと。この感じっていうか、まあファンメイトだけどさ、ほら、うーわ、こわ、どういうコンセプトなんだよこれ。まあこういうコンセプトのおもちゃあるらしいですよね。猫のなんか口のなんかキーボードみたいなやつ、それなんでしょうね。開けることはできないんじゃないだとしたら。失敗だろ生物としては。いやー、おっかないねこいつも。でかそうだよね。うん、さあそしたらラストですね。ヤーナビサッドオリジンストーリー来ました。サッドオリジン系ね。まあ、ファンがね、勝手に想像した悲しい物語ですわ。これね、絶対が面白いんで、ちょっとこれ見てみましょう。いきましょう、レッツプレイ。おぉ、なに、ぬいぐるみなんだ。え、めっちゃ可愛い、あのぬいぐるみ。この女の子の友達だったの。え、今なんか襲いかかってきてなかった。あ、で、これ誰、ママ、ケバいな、ママ。あ、なに、ぬいぐるみは置いてきなさい、みたいな。めっちゃ可愛い、このぬいぐるみでも。あ、動いてない？え、おいおい、怖い怖い。ウィンクとかすんなよ、怖いから。で、なになに？え？あ、お出かけに、ために着替えようかな。違う、ヤーナビーがなくなっちゃったんだ。ここにあったな、ヤーナビーの。あ、なになに？あ、ヤーナビーは最初からやばいんかい。途中からやばくなるとかじゃなくて、最初からやばいんかい、お前。やばかった。ただ単にやばいやつだった。いや、また、でもさ、でも見て、どういうこと。まずそもそもこの子はさ、どこでこのヤナビーをちょっと拾ってきたんだろうね。道端で拾ってきたのかな。で、遊び相手として遊んでたんだけども、もうこれ気配はあったと。で、せんでね、お母さんになんて言った、これ、ほら見て、可愛いでしょ。お母さんは気づいてた？もしかして、いくよ。お母さん、ほら見て、これ。ダメよ、ダメ。お母さん、これ気づいてただろ。この恐ろしさ気づいてたんだ、お母さん。そう、これはちょっとね。で、ウィンクすると、後で食べるねって。で、はい。ここね。ヤーナビーさん見つけた？おい、そうめんすするみたいに食うな、人間を。でもさ、ちっちゃくない？ちょっとヤーナビー、ベッドの下に入れるぐらいってこと。で、ここでヤーナビーが現れますと。はい、ありがとうございます。どこら辺がさっとオリジンストーリーだった、これ。女の子が死んでしまったのはそれは悲しいですけども、はい、それはまあ普通じゃんだって。なるほどなるほど。さあ皆さん、いかがでしたでしょうかね。新キャラのファンメイド映像のピアノサウルスとヤナビ見ていきました。いや、面白いと思いますよ。つうか、このヤナビのぬいぐるみさ、マジでこんな感じで欲しいんだけど。まあ、ヤナビのぬいぐるみ出るならこんな感じがいいなって思った人は、よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた会おう。ここ、ランボー、バイバイ。